焼き杉の表面香川県香川郡直島町の町並み焼き杉とは耐久性を増すために杉板の表面を焼き焦がし炭素層を人為的に形成したもの。昭晩とも言う。滋賀県より西の地域で使用される伝統技法で外壁の下見板や土中に埋まる土留め板などに用いられる。東日本には伝わっておらず関東地方で 同様の仕上げをする場合には炭を塗る手法が用いられる。真っ黒な仕上げは世界的にも珍しいが、その起源や西日本にしか伝わっていない理由については明らかになっていない。焼き杉の製造は以下の手順で行われる。かつては現場で大工が焼いていた。杉板3枚を三角中型に組み合わせ、燃えないよう濡らした縄で縛る。その際、 縄と板の間にくさびを差し込みしめる。丸めた新聞紙を三角柱の端に詰めて点火する。かつては新聞紙ではなく、寒落図が使われていた。三角柱を立てると煙突状になった板の内側が燃え始める。炎の出が弱い箇所には、板と板の間に釜を差し込んで隙間をこじ開け、空気を送り込む。板の表面が十分に焼けたら、 三角柱を寝かせて、縄を溶き、水に入れて冷やす。燃焼時間は5分程度。バーナーで焼いた焼きすぎも流通している。手焼きの焼きすぎは60年から70年持つのに対し、バーナーの場合は、焼きが浅い分だけ、表面の炭化層が早く落ちてしまい長持ちしない。建築士屋で建築家でもある、藤森照信は、養老昆虫館やラムネ温泉館など焼きすぎを、 使用した作品を設計している。熊健吾は外壁に焼きすぎを使用したコミコアートミュージアムユフインを設計している。ありがとうございます。